こんにちは。はい、こんにちは。えっと今回もですね、片、はい、山さんからえっ、ー、とサーキット、片、うん、山さんから世界で戦った時のサーキットとか、うん、そのサーキットでのレースの思い出とか、うん、そういったお話を聞いていきたいと思います。どうでしたか？先週の面白かった。あの <laughs> ユ,ーユーゴスラビアね。うん、なんかそれがもう今はもう亡きサーあのなにレースと思うとちょっとこう感慨深いものもあるし、うんうん、当時のその最後の コースレコードを片山さんが刻んで最後終わるっていうのも、ね、ねことでまあそれよりも何よりも体ボロボロ笑のにチャンピオンになってもらおうというのがすごいなと思 <laughs> <laughs> はいということで、はい、今回はその、はい、お,お話の続きでですね、はい、チェコチェコグランプリ。そうですね 先週のお、えー、オパティアも、はい、このお、えー、チェコスロバキアも、うん、どちらも、えー、共産圏ですね当時<ー>、えー。だから入国するのに非常に厳しい。うんえー、特にこのチェコスロバキアはですね、はいえー、入国する時に車で下に人が隠れてないか、えー、なんか爆弾しかけてないかっていうふうに <laughs> 鏡でずっと <laughs> おーおー。 あの,憲兵のような人間が検査していくでその検問所がある、えーうん、建物は、うん、銃弾の跡がいっぱい。<laughs> <laughs> そう銃弾の跡なんてね今、うん、テレビで、はい、ウクライナ戦線で俺たちは見るけども、うん、ビルに強烈に鉄砲弾の跡が<ー>あっちこっち開いたままの状態なんか。 見ることはなかかったから<ー>なんとなくあの背筋の <laughs> 凍るような思いでその国の中に入っていったね。あのちょっとまた同じくウィキペディアに載ってる。はい このチェコグランプリのまあ簡単な概要だけご紹介させてもらっていいですかもともとはチェコスロバキアの国内選手権として1947年から開催されていたレースが1965年からはロードレース世界選手権の一戦に加えられたんですはい、はい、チェコスロバキアグランプリの開催地は世界選手権となった1965年以来一貫してブルノ うん、ブルノで開催されてきたが元々のブルノは古いードコースであったためコースの安全面への要求が応えることができず、うん、1983年かかららは世界選手権のカレンダーから外された、うん、その後の4年間チェコスロバキアグランプリはヨーロッパ選手権の一戦として開催され、うん、1987年からは旧コースのピットから約1 0キロ離れた場所に新設されたブルノサーキットを舞台として世界選手権に復帰した すごいな片、えー、山さんはここ何年から何年まで俺が走ったのは76年と77年あ<ー>78年は走ってないかな<ー>、うん、ちなみに当時の成績あのあとチャンピオンになった方のお名前いますね、はい、1976年は、えー、250cc がダブルビラウォータービラウォータービラさんね、うん 350cc もウォータービラスだねねそしたら、ね、500cc は J ・ニューポールドニュ,ニューポールド<ん>知らない <laughs> いや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 はいで次1978年は、えーうん、ウンチーニさんが 250cc 優勝、うん、で 350cc と 500cc はチェコットさんああチェコットは勝ってるの、はい、へえ<ー>その時は片山さんの前をチェコットさんが最後ゴール切ったってことですか 俺は何位だったのか2位間出てないんですよああそうなの1位しか1位しかこれは出てない優勝したっていうイメージはないなチェコットさんがいや俺がだよあ赤片山さんがそう残念ながらこの中に日本人の日の丸は1個もないチェコのグランプリで日本人は誰も優勝できてないなかなか難しい行動のコースでね距離も長かったよ一周でそうですか 十キロぐらいあったんじゃないかな。<ー>うん。あの面白いあの記憶として残っているのは、はい、あの地元の人たちがね、はい、やはりあのオートバイ好きの人たちがいて、でも彼らは共産圏のライダーだからパーツが手に入らないのよ。おうおうで、俺たちのところに来て、うん、古いピストンやピストンリング、はい、クランクシャフトをあ、はい、の お金もないから彼らは物々交換で変えてくれとで物々交換って彼らが何を持ってくるかというとカットグラスを持ってくるわけ<ー>クリスタルグラスを <laughs> あれ,あれ民芸品を持ってくるんですか <laughs> そうそうそうで俺たちにとってはその方が交換じゃない使い古したもピストン捨てるだけのために捨てれないのは当時は部品をあの数を数えたものがカルネっていう紙を舞い ボーダーダを通るごとに、国境を越えるごとにいくつっていう数を書いてるわけですランクシャフトが何本とかピッソンが何十個とかマシンが何台とかでそれに照らし合わせてえ自分の国内に勝手に持ち込んで売っていないかっていうことを<ー>え税関がチェックするわけよねだから数はふふだ普通は合わせないといけない。<laughs> 合わせないといけないから俺たちは持ちあの古いパーツでも持ってね、はい、移動してるんだけども。はいあの それをそういうクリスタルグラスなんかと交換ができたというのがあのの国での面白さだよね <laughs> 今でも我が家にすごい重たいあのクリスタルって今山ちゃんが言ったみたいに工芸品だから薄く作るあの高度な技術とそれから鉛を含んでいる重いえカットグラスと。 両方あって重いもので重量を測っていくらっていう値段の決め方をするのが普通なんですよ。そうやって古いあのえーパーツを彼らに渡すことによって、俺たちはあの今でも持ってるけども豪華なクリスタルカットのグラスやそのボールとかをそこでぶつぶつ交換で全ライダーがみんな同じようにそこで仕入れてたよ。 <laughs> 仕入れない <laughs> そんなね、<ー>あの楽しい一コマもあったね。あのここはあの難しいコースだったんですか。あの非常にスリッピーだしね。え<ー>、加藤、うん、さんはここで転倒とかしなかったんですか。いや転んだよ。あ,あ,あの<う>、えー、転んでる瞬間の写真がどっかにあると思うや。<laughs> うん、うまいことこうやってこうやってフロントが <laughs> 抜けて、うん、どっちのこうなーだ左だったか右だったかわせだけども、はい、本当にこういうふうになって体が落ちそうなところの瞬間を捉えた <laughs> あの写真をもらったことがあるみんなそうやってんんややかいってちゃんと撮ってるんよね,ね当時はその連写機能のないカメラだしね,ね<え>、うん、デジタルじゃないしね うかいやなんかそのこのチェコって今のその冒頭のお話で入国の段階でいろいろこうドキドキしなあかんっていやあれはすごかったね前いつだったかあの MV アグスタとジャコマ・アグスティーンの話をした時に、はい、あの MV のサウンズの美しさをはいはい、はい えー、話したのがこのコースです。はい、あ、そうだね。このそう、<laughs> 一周全部う,ーーうーんう <laughs> ずっとうんうんうーんってずっと一周どこを走っているかというのを観客の声とともに聞こえるという話をしたことがあるよう、ねはい、はい、あります,あ,りますあの話がここのコースです。<ー>だから街自体がそういう少しあの。 すり下の方に下っていったところがすり鉢状で音がこ,うこだまするような構造にもなってたんだね。なるほど、うん、今ちょっとその先ほどのウィキーペディアで片山さんのページをちょっと今見てみてるんですよ、はい、そうするとねあ1976年、うん、チェコ、うん、ブルノの,、うん、そのブルノ市の行高動高サーキットでは、うんね、250cc で3位、うん、13周。 うん、で、えー、350cc では11。76年初めてプライベートで本格的にヨーロッパへ行った時の350はあの古いマシン<ー>あの日本ショックの、はい、350は日本ショックのマシンを持っていって買う金がなかったので250で の戦績を残そうと250は当時「カンチレバー」というテレケンスサスペンションといって一本サスをヤマハが採用しただからその年250は総合で2位になってるはずだよね。で350は総合で8位じゃないかな初めて行った時には。 それはもうマシンが古かかったからだ、ね、チェコは勝てませんとってどうなんですかその相性がいいとか悪いとかそんなのあったいつも俺はあの言ってる通り好き嫌いというふうに、ねうん、頭の中できあの刻んでないから、うん <laughs> まあ、あの3位だったか優勝したかによってあああの多少は難しかったんだろうなというのは。はい <laughs> かかるの通りででち,ちょっとこれ聞いていいですか、はいてすは1977年のチェコスロバキアブルノでは、うん、残念ながらリタイアしてるんですよ350で、うん、でその時にニコバ,バッカー製フレームを使用、うん、セッティングデズって書いてあるんですよああなるほどその時に多分転んでる写真があるんだと思うなそうなんやニコ、うん、<ー>バッカーのフレームで使ったんだ途中からだねそしたら使ったのはあそうですかうん、うん 1 9 7七年うんなるほど1977年ははいあ七78年はあったのかなレースはい78年でも片山さん出られてます出てるはいブルの6位でああそう 350cc で 500cc では出てないです なるほど。<ー>何回も行ってるんだね。景色思い出されます？うん、あんまり覚えてない、ね、<laughs> <laughs> そのいただいたグラスだけ <laughs>。<laughs> そうだね。コースはね、本当にあのピット前のストレートとあのそこからこう降りていった下りの右カーブしていって下ってるところの<ー>なんか森の中の公園のようなところに入っていくような、うん、そういうところは覚えてるけども。 <laughs> うん、確かにウィキペディア見ても片山さんがチェコのことあんま語ってない <laughs> そのもうあの、うん、検問所のところでの銃弾の跡が毎年それを見るだけで恐ろしくて <laughs>、えー、うわーすごいとこ来たなみたいな <laughs> <laughs> そうなんだよねそういう国が本当にあに歴然と残ってたんだからね、うんうん、戦争の傷跡が。うん ねえ今のウクライナの人たちは本当に大変だよね,ねちょっとなんかあえてこの YouTube ではコメントは僕は言いづらいけど悲しい歴史ですね本当だね誰もね喜ばないね結果になってるからねんなんでこんなことなっちゃうんやろうね,ね人間の愚かさだねはい、えー、なんか気持ち悪い終わり方しますかいやいやいや、ね、もうあの 人が戦うならサーキットで戦ってください。本当よ。<laughs> リングの上とかね。ね。うん、そうしてみましょう。サーキットの上とかでね。はい、街中では競い合わない。まあ競い合うことはいいけど、このシャッターいやいや いや、基礎やむのダメだよ。町中も危なすぎる。ああ、そうね。行動で、あ行動サーキットはやめてください。はい、ありがとうございます。またあのこういった形でですね、あの他のそのグランプリとかサーキットのことを教えてください。はい、はい。ちょうど今日はあのね、あのすごい暖かかったこの須磨の某公園の一角を貸し切って、貸し切って、貸し切って、あの日もどんどん変わって。 あの日没間近になりましたね。いい感じになりました、ね。さっきもあのちっちゃな子供たちが、うん。 ユーチューバーさんですね。つっ山ちゃんなんかユーチューバーっぽいですね。言ってたね。僕じゃない。新山さんじゃないですか。はい。ということで、あのまた次回のですね、ライドでもまたこういった形でサーキットの話をしてください。そうだね。あの楽しく次回はまたライダー編から始まってまたサーキット編というように織り交ぜながらいろいろやりましょうかね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで今回これで終了です。はい。新しい思考二つサーキットのストーリーを。 2週続けました、はいえー、次回はまたチャンピオン編から、えー、チャンピオンライダーレジェンド編から入りたいと思いますよろしくお願いしますそれでは、はい、さよなら今週もありがとうさようなら<わ>